極の杉です。ですね、まあ前々から予告していたドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよ、これをまたもう一回の最初からちゃんとやり直していこうと思います。だってね、前回はもう最後の最後ギリギリぐらいのところまで来たところで急にあの引っ越しとかいろいろ予定が入ってしまって中断しちゃったんだよね。というわけで、今回こそはまあちゃんと最後までドラゴンクエスト11発売までにちゃんと最後まで終わらせることができるように、頑張ってやっていこうと思います。で、同時進行であのドラゴンクエスト1から一応8まで、こちらも、なんとかで、ね、やっていこうと思います。で、ドラゴンクエスト1の方は今レベルいくつかな、まあ、とにかくレベル上げだいぶ終わりましたんで、終わってないか、レベル上げやってる最中です。で、また続きの動画の方も作っていこうと思いますけれども、うん、ドラゴンクエストビルダーズの方も同時進行でできればやっていきたいなと思ってるんで、まあドラゴンクエスト11の発売まででございますけれども、まあ温かい目で見守っていただければと思います。うん、で今は現在はチュートリアルこなしている真っ最中でございます。うん、ここはもう以前の動画でも、その前の動画でも確かね、やってるはずなんで、まあ皆さんに覚えのあるところだと思いますから、ここはもう早送りでいきましょう。それで、このドラゴンクエストビルダーズの攻略の様子は、ライブで、アメーバだっけ、サイバーエージェントのフレッシュという方でもやっていくことになるかと思います。それはこの動画の概要欄の方にリンク貼っておきますので、よろしければそちらもチャンネル登録じゃなくてフォローしていただけると嬉しいです。で、向こうでライブしたものを、YouTube の方で、まあ、編集して載せる。どういうふうにして載せるか、ちょっとこれからゆっくり考えます。確かね、向こうね、ライブでやったやつ、アーカイブとしてダウンロードできたんだっけか。ちょっとそこね、確認してみますね。どうだっけ。うん。ただ、もしダウンロードできるようであれば、そのまんまダウンロードしてやるし、ダウンロードできないようであれば、またそれはそれで、ちょっとやり方考えてやります。なんかできないのかな。できないっぽいね。うん、さてと、それでだ、他、まあこれはこんな感じでもういいんだよな。 OK、 でね、ドラゴンクエストの方は徐々にやってはいるけれど、8までに果たして1,2,3,4,5,6,7,8 までどこまで進めることができるかって、まあ、それ本当に課題ですね。まあ、頑張ってやっていきます。星のドラクエの方も面白いんで、こっちもどんどんと、少なくとも日に1本ぐらいは星のドラクエ動画も上げていけるように頑張っていきたいと思いますんで、そっちの方もぜひ応援していただけると嬉しいです。さて、やっとスタートかな。そう、私は勇者じゃないので戦いは下手だそうです。最高。なんかこの音楽も懐かしいな。ドラゴンクエスト11ってどんな風になるんだろう。あ、そう、それと、ドラゴンクエスト11の後に、ドラゴンクエスト10あのオンライン版ですね、あれが何 PS4 で発売になるらしいので、まあみんなでやっていけるかな。もしできるようであれば、それね、みんなで一緒にやっていこうかななんてことも考えてもいます。で、ドラゴンクエストライバルズだっけ、カードゲーム、それもなんか今月からか、あれね、ベータテスターが始まるようなんで、それもね、面白ければまたみんなでやっていければね、いいよね。今ツイッターの方でも話をしているけれど、みんなで一緒に楽しんでいけるマルチプレイのできるゲーム探している真っ最中でございます。それも何かこれがいいっていうおすすめなどあればどんどん教えていただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。マインクラフトをプレステ4、プレステ版でやるっていう手もあるんだけど、なかなかこう嵐が来たりしてみんなピリピリしちゃうのもあれなんでね。あ、よし、来たぞ。ピリンちゃんだっけ。
よし、ペリンちゃんが仲間に加わったということで、この子ちっちゃい子に見えるんだけど、お父さんお母さんはいないのかな。うん、怪しい人だと俺も思います。 OK。 うん、確かにやっていくうちにこっち人がいっぱい増えてくんだよね。そのあたりも楽しみだな。どうしようかな。この今回はちょっと前よりも建築にこだわった感じでいければなと思ってるんで、どうしようかな。メルクドをかっこよく作るか、それとも、最後まで進めて最後のところで、かっこよく、確か最後はあれだよね、あれを作るか、ラダトーム、リムダル、まあいいや、作るか、考え物だな。うん、また失礼なコス。はい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 。うん、はい。白い花びらいただいて、まあルピス様に教わってるからか。あ、そうか、明かりも作んなきゃなんない。まあいろいろやんなきゃなんないものいっぱいあるけれど、うん、頑張って作ります。はい、さて、はい、で、あ、そうかそうかそうか、松明を作って、なんかいろいろやることあるの。いろいろやることいっぱいありますが、頑張ってやっていこう。なんかいろいろと忘れてるな。忘れてるけれど頑張って進めています。はい、本当に頑張って進めていくか。それで、はい、一緒に暮らしましょうってこれはなんか結構照れるな、毎回毎回。よし、寝る場所、確か藁のベッド作るんだよな。そんなの隣で寝たいとか言われてもね。はい、まあいいんだけど、はい、さて、これでベッド作って、はい、
うん。あ、そうか。レシピを開く。はい。で、丈夫な草いくついるんだっけ？丈夫な草が、ちょっと待って、確認。レシピ。はいはいはい。罠のベッド作るには丈夫な草が3つ。だから合計6つ。で、今は2つ持ってる。で、つまりあと4つか。このあたり。あれ？ほい。1。2、3、これでいいか。ちょっと向こうに2つぐらい見えるんで、はい。さあ、作ろう。まあ、こんな感じで作ってですね、はい。よし、これで藁の、部屋できた、寝る場所、月の部屋ができた。 OK。 この辺りの地面とかも全部整地したり床作ったりしたいな。最初のこれではいけるんだっけか。床作ったりとかできたんだっけ。まあできるようであればやっていこう。以前よりはちょっと、作り込んだ、村にしていきたいんで、はい。さて、これで、あとは、はい、桃がき集めて、あと2つ。あれ？あれ？近くにないっけ？おや？落ちてない。あら？あった。はい、もらってきます。よし、これで、はい、クエスト達成。あ、来た。ぴょんぴょん飛ぶな、この子も。よし、はい、桃がき差し上げます。うん、これでいいかな。よし、じゃあとりあえずね、今回はまあ、こんなところで一旦終わりにしていこう。とにかく一度もう実況したことのある内容をまたっていうのは結構厳しいものあったりするんだけど、まあ、頑張ってねやってきます。でこっから、まあ、ますます、人が増えたり、まあ、戦っていく要素が出てきたりとか、まあ、いろいろあるんですけれども、ドラゴンクエストビルダーズをね、ドラゴンクエスト11発売までにはちゃんと終わらせておきたいなと思いますんで、応援していただけると嬉しいですね。これもなんか思いつくんだっけ。あ、収納箱か。じゃあとりあえず収納箱作ったら終わりにしようかな。材料はあったっけ。収納箱は、はい、材料足りてるんで作っちゃいます。不等やら3本で、はい、収納箱完成。さて、
というわけで、まあ、ゆっくりになる、なりますけれども、頑張ってね、やっていければなと思ってるんで、ぜひ応援いただしていただけると嬉しいです。そして、チャンネル登録、コメント、高評価、特に、まあ、あのコメントとか増えると、まあ、非常に嬉しいんで、まあ、楽しいコメント期待しております。うん、よろしくお願いします。というわけで、まあ、今回はこの辺で、チャンネル登録とかコメント、高評価、そして、あ、そうそう、フレッシュの方の、フォローですね。これもよろしくお願いします。では、また、バイバイ。Thank you.